ユニークな名前の神社を見つけました。その名も鮭神社。鮭じゃないですよ。ここはですね、国道211号線から入ったところにあります。地図は概要欄からご覧ください。駐車場はあの奥の方にあります。そしてここが正面になりますね。説明を見たい方は一時停止してご覧ください。はい、それでは入っていきたいと思います。失礼します。テク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 で、上がってすぐ右手に大きな木が2本ありますね。2本なのかな。これ何の木でしょうか。説明ありますね。鮭神社の夫婦クス、クスの木ですね。根元から二股に幹が分かれているみたいです。ということは2本じゃなくて1本ですね。あ、狛犬です。めっちゃかっこいいですね。ここはなんて書いてあるのかな。なんか漢字だけ書いてあって、なんか漢文の授業みたいですね。なんか毎年とか鮭とか書いてありました。で、こちらが本堂ですね。本堂を見てみましょう。木造の古い感じがいい味出してますよね。すごい古そう。土足厳禁って書いてあるけど、上に行っていいのかな。良さそうですね。まあ、靴を脱いで上がりましょう。鮭がいっぱいですよ。なんか絵みたいなものもありますね。なんか木彫りの鮭なんかもありますけど、めっちゃかっこいい。で、本堂の周りちょっと見てみましょう。なんか三文色の土台がありますけど、あ、後ろはこんな感じです。なんかこんなものもありました。雑ですね。鮭大明神って書いてありますよ。あ、これも木彫り、魚卓みたいなものもありますね。なんか立派な作品と言っていいのか、なんかいっぱいありますけど、うわ、これなんて、鮭ってこんな凶暴ですか。へえ、なんか武士の絵もありますね。いろんな絵があって面白いですね。いや、いいですね、こういうの。こういうの大好きですよ。で、こういうものって神社に納めることで何かあるんですかね。お布施でお金を納めたりっていうのはあると思うんですけど、まあ、こういう作品的なものを納めて何かあるんでしょうか。ご存知の方いたら教えてください。なんか素敵な絵とかありますけど、いかんせん外なんでね、なかなかこういい状態で保存するのは難しいですよね。老朽化は避けられないですね。鮭だけに。いや、これも立派な鮭です。 Thank you for watching。 ご視聴ありがとうございました。